中国軍の宇宙基地が秘密作戦を実施かアルゼンチンロイター通信の報道によりますと中国軍が軍管轄の宇宙基地をアルゼンチンのパタゴニア地方に建設しアメリカのトランプ政権がこの基地に対して懸念を抱いていることが明らかになりました中国軍の公式発表によりますと 民事利用のための宇宙観測と探査を行っているとされておりますが、この宇宙基地をアルゼンチン当局が監視できていないということも判明しております。こちら、こういった基地を中国政府は海外に建設し、情報活動を行っている可能性がございますので、日本政府には中国軍の動きをしっかりと監視をしていただき、 日本の人工衛星などが被害に遭いそうな場合は、対策を取っていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。